メズタン1717 17から19頃、メトロポリタン美術館像、アントワーヌ・バトーは、ロココ時代のフランスの画家。18世紀のヨーロッパは、ロココの時代であり、前世紀のバロック様式に代わって、曲線的、装飾的で甘美なロココ様式が前世となった。絵画の主題においても、歴史画や宗教画から、男女の愛の駆け引きを主題にした、風俗画が目立つようになる。 ミヤビナエ園の画家と呼ばれるバトーは、若くして亡くなったが、18世紀フランスのロココ様式を代表する画家とみなされている。1684年、フランス西北部、ベルギー国境に近いバランシェンヌに生まれる。この土地は、元フランドルに属し、1678年の二名具、条約で、フランス領に編入されたばかりであった。父親は、河原食人であった。 地元で有名だった画家 J.A. ゲランの下で短期間絵画の勉強をした。1702年6月7日にゲランが死んでしばらくするとパリに移る。パリではノートルダム教にあった複製絵画の製造業者のもとで他の徒弟たちと共に宗教画や風俗画のコピーを手掛けた。この頃バトーはレンブラントの弟子へリットダウの原作に基づく読書する女性の複製画や 聖ニコラを描いたタブローを描いている。パリではさらに、クロードジロー、そしてクロード・オードランの下で修行をした。1717 17年に完成した代表作、シテール島の巡礼でアカデミー入会が認められる。1719年の終わり頃、健康の回復を期して、ロンドンに渡る。だが1721年、結核と思われる病のため、 フランスへ戻って間もなく短い一生を終えた。バトーの典型的な作品は、シテール島の巡礼のような、田園に集い合いを語り合う若い男女の群れを描いた、もので、これらは、雅な縁の絵と呼ばれた。また彼は、イタリア喜劇やオペラに傾倒しており、友人らをモデルにし、喜劇の登場人物として描いた、ジル・メズタンのような作品もある。共に、 シテール島への巡礼に基づくピアノ曲として前者は喜びの島、後者は絵と同名の作品を描いている。ありがとうございます。